どうもなおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は絶対に作ってほしい、ボス戦で超活躍するモンスター、やっていきましょう。結論から言います。このモンスターを作ってください。魔王の使いですね。ランクも B だし、なんか平凡なモンスターと思われがちなんですけども、侮らないでください。魔王の使いは特性が強いです。特性これ。しっぺ返しですね。これが終盤のボスにとにかく刺さります。まあ、他にもしっぺ返し持ってるモンスター5、6体いるんですけども、なぜこいつがいいかっていうと、さらに弱体化ブレイク大。これを持ってるからですね、カブト割りとかが入りやすくなりますので、ダメージにも貢献できます。で、終盤のボス、ラスボスとか、裏ボスの手前のボスとか、そのあたりにも、すごく刺さって、なぜかっていうと、毒を使ってくるんですよ。ボスが。毒の魔法。あれを食らうと、敵に、毒を跳ね返して、敵が猛毒になるんですよね。そうすると、1ターン終わるごとに、999ダメージが入ります。カンストダメージが確実に入るんですよ。なので、それを入れた後は、防御しとくだけでいい。防御しとくだけで、倒せます。これめちゃくちゃ強いので、ぜひやってほしい。で、ボス戦をね、動画に撮りたいなと思ったんですけども、ちょっとね、1月31日までは、ラスボスとか、裏ボスの方、あっちがね、規約違反になっちゃうので、動画に載せれないんですよ。なので、ちょっと実際にやってもらわないとわからないんですけども、ぜひやってください。魔王の使いを入れて、戦うだけです。そうすると敵が、呪文で、何だったかな？ベルマーレ？違う、それサッカーチームか。なんかそういう魔法があるよね。毒の魔法。あれを使ってくるので、結構高確率で。それを食らうと、敵に猛毒を跳ね返して、カンストダメージを、ターンごとに与えていきます。やってみてください。めちゃくちゃ刺さります。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。